新潟空港を拠点としている LCC のトキエアは、今年4月、仙台と新潟を結ぶ片道およそ50分の定期便を就航させました。これまでは火曜日と木曜日を除く週5日、1日2往復での運航でしたが、必要な人員体制が整ったとして、来月12日から毎日2往復に増便することになりました。発着時刻はこれまでと変わらず、仙台への到着便が午前8時20分と午後7時35分、折り返しの出発便が午前8時50分と午後8時5分です。増便分の航空券の予約は今日午前10時から始まっています。